俺だよ。ということでおはようございます、こんにちは、こんばんは、りょうじんと申します。りょうじん縛ります。今回の縛りリクエストはですね、ショットガンを使ってリロード禁止縛りというものをいただきました。リクエストありがとうございます。あの皆さんご存知、プレイステーションコントローラー、このゲーム四角を押すとリロードします。なんですけども、そのリロードボタンを押しちゃダメよということです。まあ、だから弾切れの時しかリロードできないわけですから、まあ、それをこううまく行為して頑張っていかなきゃいけないということで、まあ、ショットガンですね。アルガース、まあ、アーガスって呼んでる人とアルガス、まあ、どっちでもいいんだけどね、伝わればいいかなと思ってます。ちなみに私この武器使う時、イエローサイトがないと弾が当たりません。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、じゃあやってみましょうかね。まあ、とりあえず中央から攻めていくことには変わりがない。セカルチワーワチワーワチワーレッツゴーフフー。こういうことができるのがね、このスナイパーライフルで、ね、これショットガンでしょ。さあ、ということで、あー当たるけどね、あっとっとっと、おっと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 、来るか。なんと、俺、殿下の宝刀持ってますからね。おー、いるわ、これ。これやべえわ。さあ、上とかに来そうじゃないこれ。うわー怖いから仕掛けとこう。おっと、危ねえ、リロードするとこやった。危ねえ、今。今、めちゃくちゃ危なかった。エイト。いやー、危なかった、今な。ボタンを押してカットするまではよかったね。来るか、これ。OK。当たるんですよ、あれ、髪抜きでも。おっ！やっぱ、あそこの顔出し先にクリアリングするべきやね。それ。いる？いる。OK。まあ、リロードしなくても、なんか、弾切れる前に死にそうだけどね。いらっしゃいそう。はい、やった。まだいるね。さすがに詰めとくねえな。うっといな、それ。そう、トリップマインの位置が、まあ、トリップマインを置いてるっていう手でやってるからね。あー、クソ、ダメか。そう、トリップマインをあえてその目立ちやすいところに置いて止めるっていうのが今回の目的でやって。ちょ、待て、当たら、当たら、まだいる、いないね、いる。うわ、外した。そう、殿下の宝刀が遠いよ、それ遠いから。わあ、そこいたんだ。さあ、逃げ惑う市民みたいな感じでめちゃくちゃ逃げ回って結局死ぬっていう。遠いな、あれ。当たった、ラッキー。でもここからこう ゆっくりとこう攻めていきたいですね。それ、次はこっちから行こう。 OK。おっと、いるね。あー、滑り込みできんかった。おー、びっくりした。左から行くの嫌なんだよね。外したいやー、あんな速い的を打てるわけないじゃないですか。勘弁してくださいよ、温度も。そう、リスが固定されてますからね、どう行こうとしてもちょっと突破しにくい構造となっておりますので、これはちょっと考え事ですよ。当たって、同じ。ちょ、久々これ使うけど強いな、やっぱりな。これ強いよね、この武器マジで強い。いる。やば、激怒。あ、頭逃げようぜ、もう。はい、よっしゃー、ちらいる。おった、リロードする、危ねえ。あ、もうね、癖がね、指についてんだよね。もう癖が指についてんだよね。もう勘弁してくれよ、もう無理なんだよ。いる、ダメ。それー、オーケー、それそれそれ、とわっ、オーケー、こちら、あ、いるよね、それ。うわー、怖、マジで。外したー。いやー、あそこの一本外した。あ、負けた。もうリロード何回縛ったよ、今。まあでも実質あれですから、あのリロード終わってないからセーフ。うん、四角ボタンめっちゃ押したけどね。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関してはね、Twitter や動画コメント欄にて、気軽に募集しておりますので、もしよかったらね、リクエストください。もしかしたらアントンリクエストが採用されるかもしれません。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。